加藤孔明、加藤孔明、加藤高明、安政7年1月3日、1860年1月25日、大正15年、1926年1月28日は、日本の外交官、政治家、外務大臣、第15.1825.27代、貴族院議員、内閣総理大臣、第24代などを歴任した。 一界君等釈位は生児くらい大君白釈。学位は法学士、東京大学、1881年。陽名は宗吉。終わり藩の下級藩士である、服部重文、久子夫妻の次男として生まれた。父は終わり海東軍鞘、後の愛知県天軍鞘町。現在は愛知県愛西市の大官の手代だった。明治5年、1872年。 祖母、かなこの姉、愛子のとつぎ先である加藤家に養子に入る。明治七年、1874年、おばの夫、安井譲るの勧めで孔明と改名。旧正愛知県立第一中学校、現、愛知県立朝日川加工等学校、名古屋洋学校を経て、明治十四年、1881年7月に、東京大学法学部を主席で卒業し、 法学士の学位を授与された。その後三菱に入社し、イギリスに渡る。帰国後は、三菱本社副支配人の地位につき、明治十九年、1886年、岩崎八太郎、既税夫妻の長女、春度と結婚。このことから後に、政敵から、三菱の大番頭とひねくられる。明治二十年、1887年により、寛解入りし、外相。 大隈重信の秘書官兼政務課長や中英講師を歴任。明治33年、1900年には、第四次、伊藤内閣の外相に就任し、日英同盟の推進などに尽力した。その後、東京日日新聞、後の毎日新聞社長、第一次、西恩寺内閣の外相、中英講師、第三次、桂内閣の外相を歴任する。その間、 衆議院議員を一気務め、後に、貴族院直選議員に直任された。大正2年、1913年、桂太郎の主導による、立憲同士会の結成に参画して、桂の死後に総理、立憲同士会は当主を総理と呼称していたとなった。翌年、第二次、大熊内閣の外相として、第一次世界大戦への参戦。 大化十一カ条要求などに落腕を振るった。大熊大臣後は、同志会と中政会が合同して成立した、県政会の総裁として、元老政治の打破、選挙拡張を目指す。しかし、同志会結成の過程で、犬飼竹寺らと対立し、元老の西恩寺金持ちからは、大化十一カ条要求を出したことに対して、批判を加えられた。また総選挙の度に、 議席数を減らすなど平坦な道のりではなく、苦節十年と呼ばれる長期にわたる、在野生活を送った。唯一、高橋内閣総辞職の際に、加藤智三郎が辞退した場合には、加藤孔明を後継総理とする決定、加藤にあらずんば、加藤と言われたが、言動会議で出されたことがあったが、これを知った、立憲声優会が辞退を決意していた。 加藤智三郎を説得して本囲させしまったために、政権獲得の後期を逸している。第二次五権運動で清浦内閣が倒れ、立憲政友会、憲政会、革新クラブの初位、五権三派が新しく組閣することになった。大正13年、1924年6月11日、憲政会が比較第一党となり加藤は、内閣総理大臣となった。 それは明治憲法下における選挙結果で選ばれた唯一の首相であった。加藤は初の東京帝国大学出身の首相である。選挙公約であった普通選挙法を成立させ、日ソ基本条約を締結し、ソ連と国交を樹立するなど一定の成果を上げた。しかし一方では共産党対策から治安一法を同時に成立させた。この法規は後に、 言論弾圧の口実として使われ、特に戦時中に乱用されたとして、治安維持法反対派からは強く批判されている。一方で、治安維持法擁護派からは、この時期に労働運動が多発しており、また、ロシア革命の影響から、普通選挙法によって、共産主義が爆発的に広がる可能性もあったことから出されたもので、 治安維持法とのセットでないと普通選挙法案が貴族院で否決された可能性も、こう、当時の各国も同様の法規を有していたことからやむを得ぬものであったとする意見もある。また、宇が軍縮に見られるような陸軍の軍縮を進める。一方で、陸軍現役将校学校配属令を交付し、中等学校以上における学校教練を創設した。 こうした捕獲の政治を使い分けた、加藤の知性を飴と無知と称することもある。また、この内閣から以降7代、衆議院の多数政党が内閣を交互に組織する、県政の上道が確立され、対象でもクラシーの成果が実った内閣でもあった。この内閣には、元総理の高橋惚歴よ、加藤の後次々と総理となる、若月霊次郎、浜口友香、瀬原喜重郎、 臨時、犬飼武氏が、閣僚により、本格的な政党政治時代のスタートにふさわしい、内閣であったと言用。翌年、憲政会と、政友会のつなぎ役であった、司法大臣、横田千之助が休止すると、声優と政友会と、憲政会は内紛を起こして、五県三派連立は、崩れて、加藤内閣は崩壊する。だが、元老の西園寺金持ちは、 自らが次の声優会内閣の主犯に期待していた、横田が没するとたちまちその意志を踏みにじって、五権三派を崩壊させた、声優会に失望して、個人的には、好意的ではなかった加藤に政権を続投させる、決断をした。これを受けて、大正十四年、1925年八月二日、加藤の県政会単独内閣となる。しかし、その翌年の一月十二日、 加藤は帝国議会内で肺炎をこじらせて倒れてそのまま6日後に66歳にいて没死した。この年加藤はノーベル賞推薦人として渋沢栄一をノーベル平和賞に推薦した。加藤の没後、若月霊次郎が内閣総理大臣臨時代理を経て、組閣の対面を受けて第一次、若月内閣を組閣し、大正から昭和へと時代が変わることとなる。 名古屋市昭和区の鶴舞公園内には、普通選挙法成立を記念して建てられた、不戦記念団がある。同園内には、加藤の銅像も建っていたが、太平洋戦争の金属教室令により取り壊され、現在は台座のみが残っている。妻は、岩崎八太郎の長女、春治。春治との間に三人の子供がいる。長女、越子は、岡部長影の妻。 長男は創生。次男、光太郎は、三菱合詞会社、三菱銀行に勤務した後三菱系の、損害保険会社、東明火災会保険、現、日清火災会場保険の取締役を務めた。光太郎の妻は、元宮内政大前頭、上野喜三郎の三女。そのため、服部金太郎の長男で、服部時計店の二代目社長を務めた。服部とり玄造は、 高太郎の義兄にあた、元神宮大宮市の佐々木祐樹太と、元九州朝日放送会長の段稲は、高太郎の義弟にあたる。新選組大使佐野七十五三之助は、母方のお父にあたる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。